野戸真美子&南沙羅、二人の、沙和子、が対面、君に届けてん、オープニングイベントに登場。少女漫画、君に届け、椎名カルホ、著、集英社館、の展覧会、君に届けてん、好き、のちから、オープニングイベントが20日、東京、松屋銀座で行われ、アニメ&ドラマでそれぞれ主人公の沙和子を演じた声優の野戸真美子と俳優の南沙羅が登場した。本展は、沙和子をはじめとした個性あふれるキャラクターたちの様々な、好きの形を、名シーンの直筆原画、貴重な創作資料の数々を含め、総数300点以上の展示で紹介し、君に届けの魅力を存分に味わえる。今日20日から10月2日まで東京、松屋銀座8階イベントスクエアにて開催される。一足先に同点を体験したのとは、原作の持つ、優しさ、いや、きらめき、が会場全体に詰まっていて感動しました。特に印象深かったのは、プロットやメモなど先生の創作の過程が展示されているのと、きらめきが詰まったプリズムの演出が非常に印象的でした、と声を弾ませる。南も、プリズムが一番好きかも、と同意しつつ、沙和子が告白するのをみんなが背中を押してくる言葉が並んでいる通路も素敵でした、とにっこり。また、それぞれ倉庫を演じる上で意識したことを問われると、アニメ版で声を担当したのとは、風早くんのセリフで、暗く見えるかもしれないけど、とても前向きでポジティブシンキングなんだ、という言葉が印象に残っていて、それを根っこに演じていました、と明かす。一方、ドラマ版で沙和子を演じた南は、学生時代から原作を購入して読んでいたほどの大ファンということもあり、大丈夫かなと不安な思いもありましたが、オファーには純粋に嬉しかったですし、いい作品にしたいという思いはありました、と振り返った。また、南は野戸が演じた沙和子の声にも影響を受けたそうで、私は声が結構低いので、野戸さんの声にちょっと寄せて声を高くしながら演じていました、と打ち明けた。それを受け野戸も、ドラマを拝見しまして、仕草や声のトーンなど、本当に沙和子ちゃんがそこにいる、と思った、と話すと、南も、本当に嬉しいです、と喜びを語った。君に届けは2006年から17年まで別冊マーガレットで連載された。主人公、黒沼沙和子とクラスメートの風早翔太を中心に、友情、恋愛、進路などを通して登場人物たちが成長していく姿を丁寧に描いた青春ラブストーリー。シリーズ累計発行部数は3600万部を突破しており、テレビアニメ第1期が2009年から10年、第2期が11年に放送され、24年には13年ぶりに第3期が制作されることが決定している。さらに2010年には多部未華子、三浦春馬の W 主演で実写映画化、今年3月には実写ドラマ化もされ南と鈴鹿博士が出演した。